はい、おはようございます。ビライフのマリコです。今日から仕事始まりの方も多いかと思います。やる気と集中力を高めるために今日はプチ太陽礼拝を行っていきたいと思います。背骨をしっかりとほぐすことができ、自律神経のバランスやあと姿勢改善にも効果的です。ぜひ一緒に行ってみてください。それでは、立っていきましょう。足は腰幅ぐらいにまっすぐついていきます。そのまま肩を前からぐるっと大きく動かしていきましょう。繰り返します。呼吸で前から上、吐いて肩を後ろから通してリラックスします。あと2回いきましょう。はい、背が切れないところで吸って両手を上に持ち上げます。吐きながらゆったりと腕を下ろしていきましょう。ご自身の心地よいペースで構いません。吸って両手上、吐きながらゆったり下ろしていきます。さあ、肩や、ね、胸の広がりも感じていきましょう。はい、でしょ。では足を揃えるか、拳一つ分ぐらいのスペースを空けてても構いません。人差し指からかかとの真ん中のラインが左右平行になるように足を立たせていきます。はい、そしたら、ね、そのまま重心を指の付け根の方前に少し移動してみましょう。かかとが浮くか浮かないかぐらいの状態です。後ろに行きますね。この重心をかかとの方にちょっとバランスをね、体幹バランス保ちながら移動して、前後に重心どこに乗ってるかをね、足裏感覚を感じながら少しね動かしていきます。さあ、足裏の感覚がつかめてきたら、前でも後ろでもなくその真ん中に重心を乗せてまっすぐ立っていきましょう。両手を胸の前に合わせて合掌していきます。さあ、軽くお腹を引き上げて、頭頂部、首も上に長くまっすぐ伸ばすように背骨を整えましょう。吸う呼吸が来たら両手を空に持ち上げて、膝を緩めて両手を開き、下にふわっと下ろしていきます。腰背面、背骨緩めて吸って、ハーフアップ、両手すねかももでも構いません。背骨の長さを感じましょう。ももの裏側もじわーっとね伸びてきます。吐いて膝緩めていいので、もう一度緩めて、ももの上にお腹をリラックス、吸いながらロールアップです。土台をしっかり安定させ、背骨を一本一本下から丁寧に積み上げるように、吸って両手を上、吐いて胸の前に下ろして合掌していきます。この動きを繰り返し行っていきましょう。吸う呼吸で上に高く伸びて、吐きながら前屈していきます。股関節から折り曲げていきましょう。吸う呼吸で頭を遠くに引っ張って背骨の長さ感じます。手はね、つきやすい位置で大丈夫。吐いてリラックス、首、頭の力も抜いて、だらーんとぶら下がり、ロールアップです。さあ、背骨を一骨一骨丁寧に積み上げ、吸って両手を上、吐いて胸の前に下ろして合掌します。一つの動きに一つの呼吸を入れるイメージで動きましょう。吸って上伸び、吐いて下、吸う呼吸、遠くに背骨を伸ばし、吐いて緩めてリラックス、吸ってロールアップ、背骨を柔らかく動かします。吐いて胸の前に下ろして合掌していきましょう。吸ってより背骨を長く伸ばし、吐いて緩めます。前屈、吸って遠く見て、さあ、ももの裏側もだんだん柔軟性を高めます。吐いてリラックス。さあ、ロードアップです。背骨を感じて、両手上、吐いて胸の前、あと2回いきましょう。吸い伸び、
吐いて下、吸って遠く見て、吐いて緩めます。首もリラックス、吸ってロールアップ、両手もゆったり動かして、吐いて胸の前、ラストいきます。吸う呼吸で伸び上がって、吐いて前屈、吸って遠くに背骨を引っ張って、吐いて緩めましょう。吸う呼吸で上体を起こします。足元しっかり、吐いて胸の前に下ろして合掌しましょう。吸う呼吸で両手を上にしたら膝を緩めます。軽く胸を反らせてバックベンド、胸を空に引き上げる感じ。そのまま両手を広げたら肘を曲げて両手を後ろで指絡めます。吸う呼吸でその腕を斜め下にぐーっと引っ張って胸開き、吐きながら胸から前に折りたたんでいきましょう。腕気持ちのいいところまでぐーっとね引っ張ります。首リラックスしましょう。呼吸して、 OK、 両手をお尻の方に下ろして手をブラーンとぶら下げます。もう一度背骨を一骨一骨丁寧に感じて起きていきましょう。両手を上に合わせます。最後月のポーズいきますね。吸って背骨を長く伸ばして、吐いてそのまま上体を真横右側に傾けていきます。さあ土台をしっかりと根付かせ、左の体側に気持ちよく伸び感じましょう。少し顎を引いて二の腕の近くから空を見上げます。さあ姿勢の改善、猫背の解消や、そしてホルモンバランスもね整えられやすいポーズです。中心に戻して、吐いて一度緩めましょう。反対側いきます。吸って両手上、さあ軽くお腹引き上げて長い背骨を作り、吐いてそのまま優しく左へと傾けます。さあ心地よかったらそのまま二の腕の近くから空を見上げて呼吸を通しましょう。右側の体側に心地よく伸びを感じ、肝臓機能も高められていきます。腹筋中心に戻しましょう。両手を下にリラックスして下ろします。一度吸って肩をぐっと持ち上げて、吐いてハーストーン、リラックスしましょう。両手手のひらを正面に向けて優しく目を閉じます。さあ今のご自身の体の感覚、心や呼吸の様子を観察していきます。さあじわじわっと手先指先まで血液が流れている感覚があるでしょうか。最後吸って両手を横から上で合わせます。吐いて胸の前に下ろして合掌していきましょう。はい、お疲れ様でした。Day 4も一緒に頑張れた方はいいねやコメントもお願いします。今日も一日頑張っていきましょう。
エビーライフオンラインサロンではヨガだけでなく食事管理やシンプルライフ、セルフマッサージや瞑想など様々な専門家のライブレッスンを毎月10本以上配信しています。新年新しいことにチャレンジしたい方はぜひ入会して私たちと一緒に健康と美を追求していきましょう。ただいま無料キャンペーンを実施していますので、ご興味ある方は動画下の概要欄をご覧ください。